これまでの取り組みと現状認識につきまして、おかげさまをもちまして分配金は7000円台の定着から、8000円台を伺える状況になったと思っております。3月には、スポンサーとの連携によりまして、御堂筋、品川シーサイド、この2物件の取得ができました。そしてこの4月は公募増資の実施によりまして、 LTV をコントロールし、外部成長への備えができたというふうに認識しており、一定の前進を図れたと考えております。投資主価値のさらなる向上に向けての取り組みでございます。従来の取り組みに加えまして、新たな取り組みを検討して、投資主様の価値のさらなる向上を目指すというものでございます。左側の濃いブルーでお示してございます。物件入れ替えの検討、それから自己投資口取得、3点目がフリーキャッシュの活用といった新たな取り組みも推進してまいります。そして実際ですね、今般その自己投資口の取得を決定したわけでございます。フリーキャッシュの一部をですね、自己投資口の取得に充てるということが、一口当たりの分配金と一口当たりのラブを向上させまして、投資主価値の向上に資するというふうに判断したということでございます。でこの取得によるですね、29期の予想分配金への影響ということを試算しておりますけれども、分配金の方はですね、7900円から90円プラスの7990円となるという試算でございます。こちら内部成長のサマリーでございまして、まず稼働率の方はですね、98% 台とですね、高位安定しております。次に賃料の改定状況でございますが、28期のですね、平均増減率、プラス 7.7%、それから29期の見込みはですね、プラス 8.6% でございます。我々のリートの場合ですね、23期から7期連続で増額改定を実現できるということになります。こちらは賃料改定のですね、今後の見通しでございますけれども、まず左側はですね、こちらはそのレントギャップですね、マーケット賃料と現行の契約賃料の乖離状況を示しておりまして、前回6ヶ月前がですね、いわゆるそのネガティブレントギャップといいます、そういった面積の割合が77.9% であったものがですね、今回 81.9% に拡大しております。で今後もですね、順次賃料の増額に向けた交渉を進めていきたいというふうに考えているところでございます。先ほどですね、マーケット賃料の上昇が続いておりますと申し上げたんですが、その状況をですね、我々の保有している11物件について、グラフで示しております。でこれを見ていただきますと、まずいち早くですね、都心物件、大手町とか平川町、宮前山と、こういった都心物件が上昇開始いたしまして、で最近ではですね、それに続いて、大阪のマーケット好調ですと申し上げましたが、大阪の御堂筋や淀橋といった2物件、それから埼玉と、そういったところで、上昇が顕著になってきているということでございます。